こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今回は、贈り物特集ということで、小物別に予算5万円でフリースピスタッフツムがご紹介していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では一つ目にご紹介するのが、油箔の名刺入れになっております。国内屈指のタンナー、レーデル小川社がヨーロッパの革の革を他人試ししたコードマンを使用しております。4色から8色の染料で手染めして染めていく独自の染色技術を持っている油箔というブランドになるんですけれども、全て職人の手作業で行っているので、一つとして同じものがない色になっていますし、使っていくと自分だけの色に経年変化していきます。このグラデーションが見ていただくと分かると思うんですけど、すごい綺麗なデザインになっております。で、中はこんな感じで、申し分なく容量もしっかり入る名刺入れになっております。で、箔にしか出せないこの美しいグラデーションがすごい目に引くので、上司の方だったり入社祝いにもおすすめな名刺入れとなっております。では2つ目はバックパック、ともえのレザーバックパック、スリム BP という商品になっております。こちら1枚革のボディがすごい高級感のある印象を与えてくれると思うんですけど、牛革のソフトスムースレザーを使用しておりますので、かなり柔らかい質感になっております。で、こことここにスライド式の、ハンドルがついているので、かなり持ちやすい、横にしても運びやすいバックパックになっております。で、中を開けると、ここに PC ケースが背面にありまして、 iPad とか B5 の書類まで入れることができる容量になっておりますし、こちらにも小さなポケットがたくさんあるので、こういろんなものを入れれる内容量になっております。かなりスマートに持ち運べますので、こうビジネスにもプライベートにも使いやすいバックパックになっております。入学祝いだったり就職祝いにかなりおすすめのバッグになっております。3つ目はチマブエのコードバンラウンド長財布をご紹介します。レーデル小川社、先ほどの油箔のコードバンにも使われていた、レーデル小川社のアネリンコードバンという革を贅沢に使用したお財布になっております。アネリンコードバンというのは水染めという意味になりまして、はい、水染めということでかなり透明感だったり輝きとかムラがすごい綺麗な革になっております。めちゃくちゃ綺麗ですね。すごい光ってます反射もしてますよね。はい、はい、で内装がじゃん、内装がヌメ革になっておりますので、コントラストがすごい美しいですし、この小刃を見ていただくと分かるんですが、めちゃくちゃ綺麗に磨かれております。こちら肩待ちになってますので、かなりガバッと開ける長財布になっているので、結構使い勝手もいいデザインになっております。かなり上質な高級感のあるお財布になりますので、結婚祝いだったり例えば銀婚式などのお祝いごとにすごくぴったりな長財布になっております。贈り物特集ということで、小物別に予算5万円の商品をご紹介いたしました。商品の詳細については概要欄に記載しておりますので、そちらからぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。